わっさーデラックス店長の山本です。かっこいいを作れるキヨです。お話です。今日はなんか異様なコラボなんですけど、はい、この専門学校の先輩後輩の関係で、そうそうですね、意外と馴染みのある感じなんですけど、はい、はい、今日は清原くん何ですか。今日は僕のイメチェンですね。はい、髪型一つでやっぱ人って見た目もそうなんですけど、やっぱ中身って変わると思うんですよ。清原くんのね、今ある中身ですらもう変えてやろうかなと。すごいパーンって感じしてやったろうかなと。店長に変えられてもらおうかと思いますわ。はい、で今ちょっと相談してるんですけど、まあ揚げかおろしかぐらいはちょっと選ばしてあげようかなって思って。まあ揚げかおろし以外はもう選べんから。そう、まあまあまあそこは全然どっちがいいっけよ。そうやな、どっちがいい。でもなんかこれで僕どっちがいいって聞かれても僕も答えれないんですよ。これ悪口じゃないんですけど、僕いつも寺坂さんに蹴られてるんですけど、僕らに決定権はない。逆に与えられたら怖いんですね。なるほどね。じゃんけんするか、はい、俺が勝ったら揚げで、じゃあおろしでいきますか。最初はグー、じゃんけんぽん。おろしおろしで、はい、いきます。はい、お願いします。おろしの場合、まず第一セクションはここなんです。すごい、いやすごい、 M のとこまで行っちゃうタイプですね、これは。おろしの場合、第一セクションはここです。髪型を変えるってやっぱ結構行動とかいろいろ変わるんで、それを見せると俺は清原君に変えてあげたいなと。結構マッシュのちょっと陰キャ感出てたんで、変えてあげようかな。お願いします。え、どっちやったっけ、おろすんやったっけ。そう、おろす。あ、おろすんやったっけ。すごいセクションの取られ方でもう一度確認する。楽しみやろ、その気を。いや楽しみですね。ちゃんと安心感あるやろ。あ、それはしっかりありますよ。豊さんはちゃんと見えてんのやろなっていう安心感あるやろ、ね、だけど、ちなみにあの大勢来た時は、はい、あの俺も途中で見んくなって最終的に坊主になったっていうのは言っとこう。おぉそれにはならん、大丈夫。大丈夫、それにはならん。それよりはかっこいい。これはなんかバカにしてるみたいな。いやごめん、大丈夫ですよね。次これっす。もう僕どんどん出てきますよ、髪型は。この1年間でだいぶ変えたんで。でもこの時は結構良かったっす。良かった。スタイリングがめっちゃしやすいっす。フェードが、うん、でだけでしたね。フェードがちょっと嫌やった。フェードがもう嫌っ、嫌なわけじゃないですよ、寺坂さん。語りかけとる。嫌なわけではないです。嫌なわけではないですけど、まあ、僕に似合うかなっていうのはありました。似合ってたよ。本当ですか？全然普通じゃなかった。全然普通でした。面白いな。というわけで、清原ちゃん、切れ終わりました。まだわからん。まだわかんないですね。まあまあ、ここからはまあカラーはするんでね、うん、まあまあまだ変わるんで、まだ変わるんで大丈夫です。何言う、その変わりた、まだここから変わりたさやし、一応これ完成ねんけど。いや、まあ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 、まだセットもしてないんでね。まあセットしたら変わるんで。はい、というわけでカットカラーが終了いたしました。ありがとうございます。ちなみにトリプルカラーしました。ちなみにただいま12時前でございます。すごい、はい、すごい時間が。ありがとうございます。カラー完全お任せで、清原くん今何色か分かってないんですけど、ちなみに何色やと思う。本気で当てに来て。本気で当てていいですか。一応俺がしたかった色はめっちゃ暖色やってんけど、寒色がいいって言ったから、それさ、この色入れといてあげようかなってので、俺がしたかった色に着火、まず寒色、青、トーン、明るめくらめ、明るめ、明るめの青、結構ビビット系の青。そうっすね。それではご覧いただきましょう。でーん、でげでげでげでーん。マジで言ってます。うお、マジっすか。え、めっちゃすごいっすね。めっちゃ嬉しいんですけど、普通に。想像しとったおろしと全然違う。全然違うですね。あ、でもいいっすね、めちゃくちゃ。襟足染めてよかったですね、これ。そうやね。で、ちなみにこれの揚げバージョン見たい。俺揚げ物できるように切ったね。あ、してほしいっす。見たい。はい。はい、揚げどうでしょう、皆さん。俺もこっち好きやねんけど。もうこれで毎日営業します。とうとう12時回りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後感想はキヨちゃん、ちょっと俺初カットカラーさせてもらったんやけど、そうですね、あの、まあ、豊さんの、まあ、インスタ見たら分かるんですけど、めっちゃかっこいいスタイルめっちゃ作るんですよ、で、まあ、今日もかっこよくなるんかなと思ったら、あの、違う意味でのかっこいいになっちゃいましたね。なるほど、かっこいいが作れる。作れる。よし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 